あかり語りはですね、何度もあちこちで言ってると思うんですけれども、いろり端でほらおばあちゃんが、その地方の民話ですとか伝説的なお話をしてくれるという、そういうイメージを持っていて、そのいろりのチロチロと燃える明かりのそばで語ってくれるっていうんで、明かり語り、陰も踏んでるしね。3つのキーワード、なかなか難しいですけど、歌と朗読と短編集。アルバム収録曲はね、いっぱい入ってるんですけど、どれもこれもお気に入りっちゃお気に入りなんですけれども、どうですかね、でも意外とドッペルゲンガーとか面白いんじゃないでしょうかね。明かり語りのキャラで一番自分に似ている、守り神のよく働く男。太一ですかね、なんか素直そうですよね。もうね、明かり語りをその2枚目に作るとしたら入れようって思ってる曲は何曲かも作り始めてるんですけど、何かな、アイデアで言うと、新しいアイデアで言うと、まあ、何かしら1枚目とは違う新しい基軸は欲しいなとは思ってるんですけど、まあ、この間山中湖とかでちょっと実験的にみんなでセッションしてた曲があるんですけど、その曲はちょっとしたこうお遊戯っぽい振り付けのついた音楽とかにもなると思うんで、もともとは明かり語りって怪談集にしようと思ってたんです。怖い話ばっかりにしようと思ってたんですけれども、だんだん何年かやっていくうちに怖い話じゃなくっても4、5分の短編作品であれば何でもいいのかなというふうに、思い始めてはいます。予算に制限がない、メンバーを2人ぐらい増やして広いところでやりたいですね。他にはね、録音をちょっと贅沢にやってみたいかなっていうのは、今もう音楽制作では当たり前なんですけれども、各楽器が別個に録音してそれを後でこう編集して、ね、ミックスするっていうのが当たり前の作り方になってますけど、全員でスタジオに入ってせーので、まずベーシックトラックを取ってみて、後でそれぞれがリードギターをかぶせたりとか、そういうことをしてみたいですね。っていうのもなんかやっぱりね、せーのーでやる、一緒にやるグルーヴ感っていうのが絶対音楽には本当はあってしかるべきだと思うんで、そういうこともいつの日か試してみたいですね。倉島くんのね、絵の魅力は何だろうな、独特な下手馬感ですよね。本当に下手馬ですよ、下手じゃないですよ、ものすごく上手なんですけれども、でもなんか倉島ってどっかでものすごく綺麗な絵を描くっていうことを自分で歯止めをかけてるような気がする。なんか性格的な恥ずかしさ、
生真面目さみたいのが絵にすごく出てるから僕は結構好きですね。ロバート・エドウィンはね、あれ本当に実物を皆さんに見ていただきたいんですけれども、あの細かさを全部ボールペン一本で描いてるっていうのはなかなか信じられない、すごく愉快な男で楽しい男なんですけれども、あの作業の緻密さっていうのはどっから来るんだろうっていうのを不思議に思いますね。谷村さん、僕は初め谷村さんはお姉ちゃんの方と知り合ったんですけれども、お姉ちゃんも絵描く人なんですけど、お姉ちゃん結構ちょっと可愛げな感じの絵を描くんですけれども、妹さんの方はもっとこうなんか アートって言っちゃって彼女が喜ぶかどうかちょっと分かんないですけれども、ちょっとお姉ちゃんとは違うアートな感じですかね。自由が丘の駅前のあれなんだっけ、タリーズの壁に書いてある自由が丘の地図の絵は谷村さんが描いたんですよ。昆虫メンバーはね、なんだろう、まあ、家族のようでもあり、それぞれのパートを責任持ってこなしてくれる仲間でもあり、なんだろう、一つの目標に向かってみんなで昆虫号を漕いでる漕ぎ手でもあり、なんかよく一緒に最近つるんでますよね。でどんどん仲も良くなって、非常に一緒にいて心地いいし心強い仲間です。やってみたいクラファン企画、昆虫のライブに出る、一緒にこう演奏するってのはどうですかね。まあ私楽器ができませんという人もいるかもしれないけど、まあタンバリンとかちょこっとパーカッション叩くぐらいだったら誰でもできるんじゃないかね。はい、もうすぐ明かり語りのアルバムが完成します。ここに来るまでに2年ぐらいかかってると思うんですけれども、ああした方がいいんじゃないか、こうした方がいいんじゃないか、こうしたらもっと面白くなるんじゃないかとか、そういうのも、積み重ね集大成がやっと完成することを、僕としても、楽しみにしておりますし、皆さんにも早く聴いていただきたいと思います。完成を待っててください。今日見ていただくものはですね、よく働く男が出てくる守り神です。ご覧ください。